はい、こんにちは、勝又博物館です。ということで、前回あのレオンチャンネルさんからいただいたもの、こちらドン、ゴトプラ富士山、こちらをね今日はやっていきたいと思います。まあ、あの前の前回の、ね、動画でも言ったんですけども、これ以前発売、もう発売するっていう時からいっちゃん欲しかったです。一番欲しかった、まあ、なぜかというと、まあ地元でもありますし、やっぱね誇りを持ってます。富士山がねいつも見えるところに住んでると、でもいつも見えてる、で僕は東京に住んでた時もありますし、まあ、今でもいろいろあちこち飛び回ってますけども、やっぱ富士山ないとなんか安心しないんですよねなんかやっぱあのでかいね、何かこうすごいやっぱ壮大で心落ち着く、で近く行くと空気澄んでるし、すごいいいなと、大好きなんですよ富士山、本当にもう断るごとに写真撮ってる、断るごとに写真撮ってるし、もうなんか大体待ち受けとかいろんなのにしちゃう、もうそれぐらい好き、もうこんな感じでね富士山撮ったりとか大好きなんですよ。もうオールシーズン撮ってるかもしれない富士山、気づけば撮ってる天気が良ければ、もうほら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 ゴルフ場とかねよく行くとすごい富士山よく見えたりするんですけども、まあで今回はその富士山のプラモデル、これ何がすごいかっていうと、文字富士山って書いてあるじゃないですか、もう今パッと見は分かりますよね。ただ裏見ていただくと、なええって感じ、この富士山って文字からこれになるっていう、すごくない？しかも接着剤不要、すごいね。こちらは、プレックスから発売されております。確かね1000円ぐらいだったんだよね、ちょっと調べよっか、ちゃんと。なんかねプレ版でも出てたし、あのゴトプラあったアマゾンに売ってます。一番最初にアマゾン出てきました。アマゾンにて価格、1995円、いやこれは定価じゃねえな、これは定価じゃないですね、価格は1000円税別、あやっぱ1000円ですね。プレネついてるじゃんまあ絶対ね観光客に向けた商品でもあると思います。やっぱり今って市場がね日本だけよりも世界に目を向けた、やっぱそういう販売方法とかっていう風に多分おもちゃ業界も考えてると思うんですけども、まあ間違いなく欲しいよね。あの日本のことが好きでおもちゃとか好きな海外の方がやっぱ来た時にこんなのあったら、わーファンタスティックみたいな、おーベリーグーみたいな、ソクーみたいな、おープラモデルみたいな感じの反応すると思うんですよ。関東東海地方の土産ショップ、駅空港などで販売と書いてありますけども、確かね秋葉原のドンキとかでもね見たことあるんだよね。でちなみにこれお色が2色ありまして、これは青バージョンで、もう一個白い方は蓄光バージョンで光るんすよ、あの夜暗所で光る蓄光ホワイトバージョンって言って、これちょっとネットの画像だからあんま見せないんだけども、だからねもう一個の方は本当にね白くてなんか黄色っぽいカラーで、夜は蓄光カラーで光るっていう、だからこれは日中ですね、もうそのままみたいな感じ。じゃあちょっと開けてみましょう。でもこれまだ発売されて全然経ってないです、日付まだ浅い。すごい開けました、富士山。ちょっと待って、あここに書いてある、しかもなんか外国の方でも分かりやすいように書いてあるね、こんな感じで書いてある。シールかな、これシールだね。ちょっとじゃあニッパで切ったらもうこの形状はもう分からないけどね、切りましょう。はい、ということで、まあ、シールこんな感じになってて、こちらねプラモデルのやつです。じゃあ切っていきましょう。結構いっぱいあるな。あこれ完全にニッパ必要なやつですね、あの普通にパキって手じゃいけないぐらい硬いやつ。これは外国にニッパあるよな、もちろんあるよな。あれ取れない、来た、ここ切っちゃうとダメだよね、そんなことないのかな。あ取っていいんだ、全部とりあえずこれで負だけど、ちょっと一個ずつ切ってこう、なんかさすがにね、富士山3776m 標高、富士山、これちょっと今この位置から見ると見えないけど、こうなってるからね、ちゃんと
富士山の歌って皆さん知ってますか？富士は日本一の山って、まあ今ちょっといきなりケツの方から言っちゃいましたけど、なんか裾のだっけ、上に出し四方の山を見下ろして、雷様を下に引く、富士は日本一の火火山。皆さん、火火山って知ってました？富士山っていうのは現役で活動している火山です。火火山、死火山っていうのもありますけども、まあ鹿児島の方とかではね、何山だっけ、すごいもう常に結構な頻度で噴火するから、車とかねいいの買えないみたいな、もう常に本当に噴火してて困っちゃう、火山灰が積もりまくってみたいな感じでよく話をよ聞きますけども、これはこれでいいのかな、これでもう組んじゃっていいのかな。だから富士山もね、本当にいつ噴火するか分かんないから、正直まあ怖い場所ではありますけども、自然をね観光名所にして、それをね観光資源にして稼いでるので、まあしょうがないですよね。いつか何かなっちゃうとは思いますけども、そのいつかがいつか、本当いつかで来なければいいなっていつも思っております。まあ来たらもう来たでね、自然災害は正直しょうがないなと、なんか多分怒ってるんだなって思うしかないですよね。その地球が我々人間がやることに対して怒ってるんだなみたいな。でまあ壊れたら直すじゃないですか、絶対復興するじゃないですか。まあ復興できてないところとかも現状ありますけども、いろんなところでね。でも人間の力ってすごくて、立ち直ったりとかね、いろいろすると思うので、今シールをつけております。まあそんなこんなのお話で今話しておりましたけども、だから富士山もね噴火すると本当に大変なことになると思います。これどこだろう、このシール、あここだ。まあだからしないでほしいっていう思いでは多分いっぱいだと思いますけども、本当ねいつなるか分かんないよね。で火山灰は実際なんか東京の方に行っちゃうみたい で東京の方に行っちゃうと首都圏のね機能がもう全部停止しちゃうみたいなニュースというか、まあそういう事前の情報があって、なんか偏西風の影響で、風の流れで、確かそんなようなことを勉強した覚えがありますけども、まあそんなね確かな記憶ではないので、皆さんぜひ自分の力で調べて勉強してみてください。ということで、できました、シール貼れました。でここからこの上も切らなきゃダメか、やっぱりなんかここ切りたくねえなー、でも切らんと作れないからね。これさ、なんかつなげる部分もあるからさ、切っちゃいけないところもあるからさ、気をつけないとだね。本当に間違えて切っちゃう人絶対いると思う。でもさ、このニッパーに使い慣れてない時とかさ、ほんと間違えてたからね。じゃあ作ります。3、これ3だな、ここん1と3があるけど、ここかな、これで順番があるのかな、そういうわけではないよね。ここにん、あこれ、あ入る入る入る、あすごいいいね。そしたらこれか、おおおお、でこれがどこに来る、ここに来る、おお、あ分かった、これ真ん中だ、おお来た、でこれが両サイドだ、はまるんだ、ここにちょうど、あこれ、あこれ、あすごい、これ入れてからの方がいい、もうパチパチって入る、しっかり、
でそこからここにピタッとはまって、でこの雲だね、どっちがどっちとかあんのかな、すげえ面白い、おーでこれをここに刺せば完成、富士山すげえできた、マジで、すごい、いや蓄光バージョン欲しいわこれ、すごい、もう置けるもん、オブジェにできるもんで、からのね、でもね富士山の文字にはもうねなかなか戻すっていうか、なんていうかですよね、まあ、全然戻せるとは思うんですけど、結構ガッチリガッツリ入ってる、ガッツリ食っちゃってんな、あー買った、取れた、戻すとしたらこうだね、こうしてこうしてこうだね、はい、富士山、まあ、こんな感じでございますということで、レオンさんありがとうございました、とても最高です、本当に嬉しいです、今日はゴトプラ富士山でした、それではまた明日。